はい、キングダムハーツファイナルミックス実況プレイのパート48やっていきますと、レアハートレス狩りも一区切りつきまして、また通常のハートレスから素材を集めていきますと、そうですね。まあ、ホロバスティオン初登場になる上級なね、ハートレスたちは一通り討伐対象になるのかな。ウィザードはね、素材は集まってるんですけれど、彼が持ってる杖、ドナルドの武器として欲しいので、まあ、借り続けなければならないっていうのと、俺、エリクサー作ってると思ったんだけど、作ってなかったんで、ディフェンダーもまだ何体か倒さなきゃいけないねっていうことでした。ネックレスはいらねえんだけどな。ここでもステルスソルジャー出るから気をつけないとな。あれはもう叩かなくていいんですよ。素材もね、あれリボンの材料になるんだったらいくらでも欲しい。こいつら違うけどドロップしないやつなんですけど。おお、あれ出なかった今。あいつなんだっけ。その運はぜひとも、あのね、ウィザード戦に残していただきたい。
ちょっとそれはどうかと思うんだ。あれなんかパートルスの次元パターンがなんか言ったことないか。ウィザード借りたいんでね。今日はこれでいいや。ちょっとフラッシュ。素材か、素材はいっぱいあるんだよな。こう嫌いな曲だけやたらあるんですよ。あ、違うんだよな。もうここでソニックっていうか、ソニックレイブダメだな。外すわ。使えねえ。あとラストアルカナムとかラグナルクの方が全然いいよ。まあ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 、一応これでね、ウィザード無限に枯れるねっていうポジティブな取り方、取り方もできるわけですけどね。でドロップしないと。こいつ卑怯だな。よし、エアロが取ったら取るんで。
なんか間違えたような気がするな。あと、いるね。あと、行ないんで、無視します。ここいけるでしょ。コーチはコーチ、それはそれで危ないんだけどね。やっぱ強いから。なんだこいつ、トニエ。攻撃力かっけんだこいつ。受けた。ここ寄って回復しよう。いや落とさねえな。ディフェンダーも2個も落としてくれてんのに。エリクサだ。マラソンしましょう。攻めえな。攻撃力高いやつあるんだけどね。攻撃力となると重要じゃないんで。バイバーン。おーしゃ、ほいや。タロしない。危ねえ危ねえ、落ちる。ここで戦うの？邪魔だなこいつ。いやこいつパーゲットがそっちに向いちゃう。落とさねえな。さて、はい。何に対してもグラビティを使ったやつ。
はい。あとなんかね、どっかで行ったら宝箱を取り逃してるっぽいんですよ。多分トロッコ乗り継いでいくんだと思うんだけど、どっから入んのかなっていうね。ワイバーとかも全然素材落とさねえな。こいつがワイバーです。しかもあの落ちないから戦いやすい。素材も落ちる。倒すメリットのあるハートレス出てない。ここで全滅させずに切り替えることによって、あ、ワイバーン出続けるんじゃねっていう。ほらね、これ早いじゃん。ちょっと落とさねえな。そうじゃねえんだよ。あ、腕の手しかありがとう。多分ディフェンダーワークもいらないかな。消耗品ばっかりだな。ワイバー4体倒したらリセットすると。いや、ちょっとターゲットが好きな方向いって。ワイバードロップ率低くない？見つかってくれてないんだけど。そのままこいつら。出ませんね。いいレベル上げだけどね。お、やっていこうか。
テンポ良くなってきてる倒すテンポが良くなってきてる。じゃあまだねおしゃ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 、いいよ。急に通した。ダークボール狩りに関してはトラバースタウンでいい気もするね。まあ、でもあいつどこでもめちゃくちゃ出るから、シャドウ並み出るから、なんならリボンの素材を併用して集めてもいいかもしれない。併用、併行。はい。あとウィザードだよ。ウィザードもどこでも1体2体ポロッと出るんだけどね、感じのドロップがないんだ。あれ、見えじゃねえ。はい、ウィザードいっぱい狩りたいな。ウィザードいっぱい狩るってば。素直に落とすって何なんだ。あ、ステルスいるわ、めくっとし。
ステルスの出現パターンおかしいな。お前じゃない。お前じゃない。お前じゃない。くっそ。見逃したりしねえよな俺。確率低いな。ディフェンダーより俺多分こっちの方が数倒してるよな俺。おでん。これやるとルフトしてない。どこ行った。出て出てた。あれなかった。あれどこ行ってまして。ほら。くっ。しないきらめく結晶がやったら集まる。出ねえな。違うんだよ。素材はもういいんだよ。しょうがねえか。はい、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。まあ一応ね、素材としてはあとダークボールからスキドールかけらを集めていこうということでね、あとちょっとで今現状戦えるハートレスとかキノコ系を除けば、全部ね素材回収できたような感じになるんじゃないかということでね。ダークボールは、まあ、ほんとどこでも出てくるので、まあ、あわゆくばそのリボンを、まあ、空のために3つ作れるように、他の素材も集めていきたいということでね。それと並行しながらやっていくのがいいのかな。ウィザードもなんだかんだどこでも出るんで、まあ、ついでに狙っていく感じかな。あとあれだ、キノコもやらなきゃ。作れるものは増えたかな。ガードアップいける。打っちゃいましょう。これはいっちゃいましょう。うん。ですね。それ増えたじゃないかも。あ
まだ食えねえか。うん、キノコだもんな。キノコにボール。はい、まじみじにやっていきましょう。はい、ではキングダムハーツファイナルミックス実況プレイパート48、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。